天平の面影キャンバス、油彩 197.5x94.0cm、天平の面影は、藤島武次が明治時代の1902年に描いた絵画であり、同人の代表作の一つ。2003年5月29日、国の重要文化財に指定された。東京都の公益財団法人石橋財団が所有。東京都中央区のアーティゾン美術館所蔵。 明治期の日本の洋画団を代表する画家の一人で、ある藤島武次は、1905年11月、文部省から絵画研究のため4年間の欧州留学を命じられ、フランスへ旅立つが、本作品は、藤島の遠以前の1902年に制作された、比較的初期の作品である。明治30年代前半の日本の洋画団は、いわゆる外交派的な作風、すなわち、 フランスから帰国した黒田キヨテルを中心とする白馬会系の画風が前世であった。それは目に見える世界をありのままに映し出すという傾向の強いものであった。これに対し古代の伝説、神話、歴史などに題材を取ったロマン的な絵画が明治30年代半ばから現れる。後に明治ロマン主義と称されるこうした傾向の先駆けとなったのが 本作のような藤島の作品である。藤島は本作を描く前年の1901年から雑誌、病状の創画を担当して、アール・ヌーボー様式の作品を手掛け、病状のロマン派詩人たちとも交流を持った。1902年10月13日付の読売新聞の記事で、藤島自身が語るところによると、藤島はこの作品発表の前年の1901年、 奈良を訪れて、仏像、仏画などを見て回り、焦燥院宝物の久保を見る機会もあって、天平時代に空想を巡らし、本作品の着想に至ったという。本作品は当初、天平時代の婦人図という題名で1902年の白馬界第7回展に出品された。画面には、金字の背景に久保という古代の罰元楽器を手にして立つ女性が描かれている。 女性は、薄青紫の上着と赤と紫の縦縞の長袴を着用し、花咲く霧の木の前に立っている。天平時代に題材をとってはいるが、何か特定の史実や歴史的場面を厳密な交渉によって再現したものではなく、古代への同型から自由に想像を膨らませて絵画化したものである。おそらくは、ピュービスドシャバンヌに影響を受けた古典的装飾性と、 古代にそう得たロマン性を巧みに融合させた本作品は発表当時公表を得た。本作品に代表される古代への同型とそれに誘発された私的想像力による藤島の絵画制作方法は青木茂の天平時代や古事記を題材とした一連の作品に最もよく継承されている。青木は藤島の天平の面影が発表された2年後の1904年に 天平時代を制作し、岡田三郎介は、白馬会第9回展に、元禄の面影を発表している。神原有明は、天平の面影に層を得た、独元長三種という詩を、明星に発表している。天平の面影を発表した、翌年の1903年の白馬会第8回展に、藤島は本作品の大作品となる、やはり楽器をモチーフとした、 海音という作品を出品した。海音は古代の弦楽器の厳美なをつまびく女性を描いたもので未完成であったにもかかわらず、評判はむしろ天平の面影よりも高いくらいであった。植田里氏は雑誌、聖果》に寄せた展覧会表で海音を高く評価し、前年天平時代の人物を描いたものよりも、今年はさらに進歩されし者か、全図よく調和し、 人物の姿勢自然にして、心を音楽の妙境に抱有させている心持ちが十分見えると評している。同じ雑誌で神原有明も本作を高く評価し、羅針の女、膝上に弦皆を乗せ、右手を転移に起きて弦を背へ、左手にこれを引き心みんとする様子を描いたものだと述べている。解音は第八回白馬回転の後、 藤島自身によって塗りつぶされたとされ、現存しない。なお、洋画家の小島寅次郎が、海音を模写したものが残っており、原画の面影を伝えている。ありがとうございます。